こんにちは、スタッフ村上です。今回は自転車のカスタム紹介になります。今回カスタムした車両がこちらになります。チネリのビゴレッディですね。こちらメールで問い合わせされてきた方のご注文になるんですけど、最初ですね、チネリのシャークが欲しくて連絡だったんですけど、サイズがないというのでことになって、こちらのビゴレッディで組ませていただきました。で、もうとにかくかっこよくしてくれって言われたんで、でかっこよくてドロップにしたいって言われたんで、ドロップハンドルで組んでます。じゃあ、そうですね、足回りからいきましょうか。ホイールセットがですね、これはグランコンペで手組みで組んでます。缶組みのグランコンペのホイールセットがちょっと品切れになってたので、このリムグランコンペで、ハブはあのブルーラグから出てるグランコンペハブで組んでます。でタイヤがやっぱ定番のコンチネンタルゲータスキンの700-28です。でブレーキはダイヤコンペ BRS101 ですね。これ前後つけてて、このビゴレッディはですね、リアブレーキが台座がないので、プレートで挟んで同じブレーキで組んでます。でチェーン、ドライブトレインはクランクはミケ、こちらがピスタードエアですね。もう速いスピードが出る。ちょっと TT バイクっぽいかっこいいやつにしました。でペダルは DMR にしてます。これにこのストラップをつけてます。これはお客さんのご要望で取り付けてます。でリアはコグはユーロアジアのデラックスですね、17畳、フロントは19畳ですねになってます。でサドルはブルックスの C15 の穴開きモデルにしてます。シートポスタートムソンになってます。でそれに合わせてステムもトムソンにしてて、ハンドラーニットのドロップハンドルをつけてます。な感じですかね。ヘッドセットはクリスキングですね。でブラックで、もうオールブラックで締めて作ってます。これこのカスタムで全部で40万円ぐらいで組みました。でチネリのフレームの在庫なんですけど、ビゴレッディのモデルは、M サイズ L サイズがあと 1,2 本あった感じですね。このカラーは 1,2 本各サイズある状態で、あとブラックのモデル、ブラックカラーのビゴレッディもあります。それも M サイズと L サイズです。ブラックの方はブレーキ、リアのブレーキ台座もついてるんで、あの前後プレート挟まなくてもくっつけることになってます。でチネリのシャークですね、シャークの方は M サイズですっけ、52cm、 M サイズのフレームセットが1本グランピーに在庫ありますので、気になる方はぜひお問い合わせください。はい、ですかね。じゃあ以上になります。今回チネリのビゴレッディカスタムのご紹介でした。ありがとうございます。